これは家の壁、今からね入るところですね。こっちに画面を向けて、半野外ライブっていうかですね、ちょっとこうぐるっと回っとこうか。家の近辺ぐるっと360度俯瞰してですね、家の中に突入。突入ってちょっと昔なんだっけ、浅間山荘事件とかねあって、戦う持ってる過激派の連中を大きなボールで鉄の玉でバーンバーンと建物壊して、最後はあと誘拐事件とかね、誘拐事件とか人質が怪我しないように死なないようにもういろいろ手を尽くして、まあ最後は突入やということでね、そういうものが私の日刊生放送は私の家に突入から始まったと、今日の日刊生放送ですね。いいのかな、段取り的にはこれでいいんですね。腕時計を見ながら6時になるかならないかの時間に始めたという認識です。ですから後ろの柱時計が鳴った音は確認していません。ドアをカチャッとやったあたりで、鳴ったのだろうと思うけど、あんま意識してなかったから聞き逃しちゃったね。そういうことなんですよ。あ、今一瞬後ろの時計がピントがあって、いや今週もね証拠になくやるんですよ。証拠になく日刊生放送なるもの、もうこれ生活習慣だから、一つのこの生活のリズムですよね。もう6時ぐらい近くなってくるともうそわ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 してですね、で日曜日はないですから、もう本当にホッとするっていうか、今日は日刊やらなくていいっていうことで、むちゃくちゃホッとするっていう感じの世界ですが、まああれだ、何話そうかな。あのね、Facebook に縦に細長い動画が上がってまして、私それのことは全部 TikTok って呼んでるんですよ。だからなんていうか、SNS の仕組みってリンク貼るだけで、タイトルとかてか写真とか、場合によってはもう動画はもうその SNS の画面の中で再生スイッチを押したらバーッと再生されるっていうようなね、そういう仕組みになってるわけじゃないですか。それで Facebook の中に貼られてる縦長の動画って TikTok に載ってるのを Facebook に貼ってっていうパターンのもあるし、 Instagram のものっていう場合もあるし、他のパターンもいろいろあるわけですね。他の SNS に貼ってた動画を Facebook に貼って、これただこの Facebook の読者というか聴取者ね、私にとってはこれ企画が決まったですから、縦横の日とかですね、絵の解像とかはあんまりバラバラですけども、その縦横の比率とかですね、そういうものは統一されてるから、インスタグラム由来のものも TikTok 由来のものも全て同じように並んで出てくるんですね。並んで出てるっていう実態をね、それは口で説明するよりも百聞は一見にしかずで、こういうことですよね。 Facebook をやってる人は誰でも知ってますよね。誰でも知ってるから別に見せる必要はないんだけど、見せる必要はないんだけど、まあ一応確認しやしようと。今 Facebook 見る方の画面を開きつつあってですね、結構時間差があるわけですよ。ブックマークじゃなくて履歴で、ね、朝まで見てたやつ履歴をポッと押した、今出てきました。で自分の Facebook
く、自分のタイムラインね。で、これを確認しますと、ひっくり返ししてですね、ひっくり返すして、Facebook ご登場。ほんで、この動画というのは、今問題にする動画っていうのは、どうかなっていうことで、これは今やってるやつか。今やってる生放送ね。これ再生すると何が起こるか。まあ、私の聴取者はあらかた知ってますけど、こういうことなんですね。音が。だから、ちょっと遅れるわけだ。山吹みたいに、静かな湖畔の森の陰から、ちょっとだいぶ遅れてるね。あれね、ボリュームを操作できるあれがないさ、ここか、これか。これでボリューム上げて、ボリューム、絵が面白いでしょ。こう鏡、合わせ鏡してバーッと奥まで行くような。操作できるあれがないさ、ここか、これか。これでボリューム上げて、今喋ってたのは私じゃなくって、画面の中の昔の私。ここ3秒前の私。それでその Facebook に出てくる動画ですよ、動画。こういうふうに私の投稿があって、日曜日の礼拝メッセージ、ね、中継。で、これは土曜日の日刊で、動画、こんな時に限って動画が、その縦長のね。なんかね、世の中ってへそ回りだよね。出てこないね。自分だけのじゃなくって、こっちで見ようか。そしたら、おい、動画、いつも二つ目か三つ目に出てくるのに、こういう時にかけて出てこない？これ、リールとショート動画ってか、こういう風に並んでて、なんか偽回答とかって。このシリーズは割合、わかりました。5万円。シリカな話題で。今からたった300円で映画を見てて。いや、聞こえてますよ。300円安くの間違いじゃない。違います。で、これをこっちにやると、このシリーズで次。これ、何座のお時間です。で、こうやるとまた次とか、こういうふうにね。うん。で、こういう出発点なのが3つか4つが並んでるというようなね。そういう形でございますよ。で、その私面白いなと思ったんで、私はこの全ての動画を、これが TikTok 由来だろうが、Instagram 由来であろうが、ブックマークするときに TikTok って名前をつけて保存してるわけですね。だから私のブックマークにおいては、TikTok とはすなわち縦長の動画、ショート動画、すなわち TikTok。ただ一連してみるときに早いじゃないですか。で、最近はネタ帳みたいに TikTok って入れて、あ、これは皆さんに見せたら面白がってくれるかなっていうようなやつは、その題をね、見出しをね、つけに心がけてまして、まあ自分に対してインパクトがあるように、で、あ、こんな動画やったって思い出せるように、大体題をつけてる。ですから私が、あ、このブックマークは皆さんに見せたら面白がってくれるでしょうかねって思ったやつね、これブックマークしてるやつをいくつか見ようと。ブックマークマネージャーで、あいうえお順に見れるように。これもうあいうえお順になってんのか。これあいうえお順に一遍したらそのままになってて、このブックマークの一番上の方にあるのが、ブラウザーの一番上に横の中にね、このブックマーク画面開かないでも、3つか4つぐらい、もうしょっちゅう引くやつが出てた形だったのに、全然違うのが出るようになってると困っちゃってるんですよね。めんどくさなくて。それで今、TikTok 軍団が出てきました。ね。織田信長、男女を今川を撃った理由とかね。TikTok 2階建て水路。これ忘れてますけど、なんかそそる台だよね。これは見出しの勝利っていうことで、
じゃあ2階建て水路っていうね、お題は2階建て水路ということでね、金ちゃんの番組じゃないですけど、新しいタブで開く2階建て水路。あ、これちょっと待って、皆さん見せないとね、皆さんから今見えてないね、私の顔しか映ってませんから、2階建て水路の動画はこれです。これ CG とかじゃなくってほんまもんかい、こういうの2階建て、あ、こういう駆動して、え、これ CG なの、本当なの、水路ん？ちょっと、もう下の方に向こうに行きたい船が入ってきて、これ台とかこれって船なわけ？で、上の水路が開いて、あれ？ちょっとこれおかしいやん、船。なんでこれ水の中に、これって CG じゃないの？面白いなってね、そんな感じですね。ちょっとよく分かんなかったですね。自分で選んでおきながら、運がか、運が良ければ運がですっていう感じですね。これ結構一つ一つ皆さんに見せる体で扱うと時間かかるよね。ちょっと待ってよ、いろいろ TikTok の中で70、80、90年代ダンスアメリカハリウッド、あ、これはハリウッドにおいて多くの人が踊ってたダンス、70年代、80年代、90年代、まあどれにしても懐かしいですよね。どう違うがあるかって、こういうのは割と TikTok とか Instagram とかね、おしゃれな感じで多いじゃないですか。これを新しいタブで開く、70年代、80年代、90年代のダンス。ちょっと待ってよ。出ないじゃん。出ないじゃないか。待ってよ。70s, 80s, and 戻った。1分ほど私の電波が途切れて、今 80s ね、どこだっけ、フィッチミュージック、いや、You can only pick one、 一つだけ、いやって何、耳を傾けるってこと、90年代、70、80、90年代しかない。まあ自分がダンスとかできないからすごいねって思うだけでね、ダンスできたらいいですよね。ダンスができたらできたらいいんですけど、あんまりできませんので、一生懸命やったら覚えるかもしれませんけど、なかなかやろうかなって。 TikTok 船をコロであげる、膝叩く合唱団、もしも飛行機が街に墜落したらとかね、高いところにのぼ、高いところにのぼ、なんかそそる台つけてるね。アートの歴史、アニメダンス、アニメダンス、これはね、こう TikTok の収集をし始めた時に、同じ曲でいろんな人が違う場所で、だけど踊りと曲は同じなんですよ。なんか流行ってたみたいでね、アニメダンス 5G から 2G。これは、電波のことでしょうね。だから、その 2G なんて今ないでしょうね。一番最初のガラケー、すごく遅いっていうことね。ちょっとのものしか。ああ、そうね。これ、あ、これ結構ね、これはなんていうか、工夫賞。趣向が面白い。ね、ダンスが上手いところよりも、だから 5G の人が踊ってる 4G、3G、2G ね、実は同じ動画を見てるんだけど、 5G でこう見えるダンスを 4G の人が見たらこう見える、 3G の人が見たらこう見える、 2G の人が見たらこう見える、
この虹の動きが、ガッペ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 ッってこうね。だから私の Facebook ライブはこの 4G 状態ですよね。ちょっと遅れて、だけど 5G と同じような滑らかさでね。で、もうちょっと前は 3G で、3G はもっと遅いし、動きそのものも緩慢であると。で、2G は、2G の時代から俺っちもインターネットやってるから、静止画像を出すのでも、下からこう、じり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 っと上がってきて、全部揃うのに、2分か3分ぐらいかかる。そういう世界をね、私も体験したわけですよ。音楽も、あ、これがさっき言ってた、その流行ってた音楽。だからこの音楽で、で、振りもこの振りで、いろんな人がいろんなとこでね、やるっていうのがなんか流行ってたみたいで、私は TikTok 見始めの頃。で、これは、場所とか趣向を凝らしてやってるんだけど、これはこのアイディアが優れてるな。ということで私がチョイスしてここに入れてる。ミッチー兄貴ダンシング。ね、なんかね。ダンスとかよりもなんか、能の舞みたいな。舞、舞って言ったらでもなんか、織田信長とかね、人生40年だっけ？人生40年そのなんとかを。でもこれ一説によると、今能の歌いでゆっくりやってるけど、当時はもっと早かったんやね。信長ちゃんが最後にね、踊った。人生40年なんとかなんとかみたいな。そんな感じだったかもしれない。テープレコーダーがないですから、わかんないしね。今は能の方で信長が歌って言ったって、あの歌謡曲の歌じゃなくって、あの歌いってそっちの歌って待ったその曲と同じ曲ですよって、能の方で伝えられたやつしか残ってないけど、実際は信長が見たり自分が踊ったりしたらもっと早かったんじゃないかっていう説があると。そういう動画誰かね、うん、アニメダンス世界の景色とともに映る。アニメダンス面接会場でアニメダンス多いね。アフリカの子供ダンス、これね、ちょっと待ってよ、これね、アフリカのすごいね、キレがいいんですよ。むっちゃくちゃむっちゃくちゃキレが、あ、これそうだわ。ちょっと音楽聴くだけでも見たいなっていうね、こういう感じ。もう踊るために生まれてきたっていうかね。だこれやって出てスポンサーついて、いくばくかこの村が潤ってるんですかね。すごいこの踊りの平均値が高いじゃないですか。踊りの平均値が高い。だこれなんとなく同じ動画を何回も何回もこう流してるっていう情景がね、私のパソコン界隈であるわけですよ。平均値が高い、例えば関西ね、特に大阪、笑いの平均値が高い。ね、見ず知らずの人に向かって、ね、ドキュン、ドンってこう、鉄砲で撃つ真似したら、うーとかって死んだ真似してくる。ね、ですごくもうお上品な奥様でも、バピューン、どういう擬音をつけたら言ったらもう絶対に、あーとかって、ね、その辺を歩いてる。紳士でも、ね、バーンとかって子供に撃たれたら、あーとかって死んだまのを必ずしてくれる大阪府民。というね、そういう動画はいくつも上がってますよ。それからそのノリツッコミをね、友達が、小学校の友達がもうノリツッコミを駆使して漫才みたいな会話を交わしてる。で、それに対してコメント欄がいろいろついて、もう、お笑いの英才教育だなとかってね、関西大阪のことを表してるっていうようなね、うん、それから言えばアフリカのダンスね、どこなんですかね。アフリカっても広いからね、サハラ砂漠のあるところから南アまでありますから、これは結構我々は黒人中ではみんな同じとかと思ってるけど、割と違うんじゃないですか、雰囲気とか感じとかね、
キャラもね。あとね、TikTok 面白動画作成とか、あと何見ようか、ちょっと私がそそられるような、そそわれられるような、チャップリンの活劇はどうやって撮ったか。これ見たいと思いません？チャップリンって言ったら、無声映画の時代から、それからその音が入った、ね、映画も撮るようになって、両方とも一世を風靡した。ね、チャップリン、モダンタイムス、ヒットラーをやゆった人物が、感動的なね、演説をする、人間はみんな平等なんだっていうことをね、総統が言う、それを言わせるチャップリンのモダンタイムズ。これは音が出る映画。これは音がない時代、音楽は後付けで入れてるだけですね。あんまり静かだったよね。これチャップリンの映画。あ、これをどうやって撮ったか見れるってこと？すごいね、体張ってるね、喜劇役者。オールザットデンマークリエイティブ、これチャップリンじゃないかもね。どうやって撮ったか、どうやって撮ったかまでは、これなんて、なんか、あーなんかチャップリンか、チャップリンか。どうやって撮ったか載ってないね。だから私の記載ミスだね。だけどまあ動画が面白いからいいじゃん。これをどうやって撮ったかって載ってんのかなと思ったら載ってないですね。でもこのもう今でもこんなのね、 CG なんてない時代にこんなの撮ったわけだよ。だからパッとフィルムを繋いだりっていうのはあるにしても、その繋ぎ方も天才的じゃないですか。だからクリエイターのやることの本質ってね、クリエイターがやることの本質は別にコンピューター使おうが使うまいが、やっぱりお客様をびっくりさせたい。同じですよ。クリエイターのやることね。あともう一つが、今ね、23分なんですよ。TikTok 液体に落ちるとき、永久期間、永久期間、まあ、ラップで休校を告げる。これ見たよね。音楽が始まるセンスがいい。TikTok 音楽が始まるセンスがいい。TikTok 何事も修練。どっちがいいかな。まあ、音楽は、が始まるセンスが、その先が読めないんですよ。センスがいい。ちょっと待って。あ、これも、あ、これね、これ私こういうの好きなの、結構。って言いながら、好きな中身を、これね、オタクのとっぽい兄ちゃん。俺、こんな詩作ったんだって言ってるわけよ。これ、いいでしょ。私、こういうの、そこはとなくの好きだわ。だから、こんなとっぽい兄ちゃんが乱入してきて、俺が作った詩を聞いてくれよって言うんだけど、こんな田舎者の兄ちゃんが作った詩なんて、でまあ、聞いてやっかみたいな感じしてたら、歌詞を言って、あ、どっかで聞いた。OK。まあ言えよ。マイクの前に立って。このギャップがいいですよね。すごく上手い歌い手さんになってしまうという。音楽も入って。みんな感動して、一緒に演奏して、楽しんでると。この楽しむ感じがいいじゃないですか。カリフォルニアとか。いいなぁ。俺、こういう雰囲気ものすごく好き。こういう雰囲気ね。むちゃくちゃ好きなんですよ。ね。クールっていう。まあ、クールでもあるけど、まあ、やっぱり、ユーモアっていう感じのベトベトっとした感じじゃなくって、
だけど面白いよね。本当に面白いよね。やっぱ芸が上手いからっていうことで成り立ってるわけでね。これ歌がちょっとでも下手だったらこれ成り立たないですよ。ね。何事も修練って、どういうのに私何事も修練ってつけたのか見てみましょうかね。昔の私がつけた見出し、現代ページをご利用いただけません。これが何事も修練なんですか？あ、なんか出た？あ、現代ページをご利用いただけません。ページを更新、こういうことが一瞬出かかってね、ページを更新していただけません。見たかったのにね、修練。何事も修練。可愛いダンス、可愛い赤ちゃんの世話とかね。階段でピンポン玉の大正しか、これ見た気がするね。旧正月ダンス、強運になりたいなら、強運になりたいならで行こうか。今日、まあこれね、当たり外れありそうやな。強運になりたいなら、それを見て今日はおしまい。ちゅうね。あ、なんやん、これ。なんか、こう、言葉だみたいな。ダメだよ、ダメだよ、こういうの。こういうのダメだよ。こういうのを皆さんに見てたってしょうがないよ。ね。なんか、やっぱりせっかく動画を見るんだから、動画を見ないと、あんな字がずらずらと出るやつなんでね。邪道ですよ。ね。最も危険な飛行場、これもう一つだったんだよね。それがもう、子供がダンスを教える、私の名前はダンス、あ、これも見た。これも見た。日刊生放送で見た。振り向いてみる。浸水式、人の心をつかむ3つのトリガー。これもなんか教訓系ですよね。多分ね。走りながらです。これも見ました。誕生祝いオーケストラで、これはびっくりさせるってやつですね。うん。なんて言うんだっけ、これ、びっくりさせる。みんなが集まり、わらわらっと集まってきて、オーケストラになっちゃった。これ、ストーリー、何度か、TikTok、破壊理不尽。破壊理不尽、破壊はね、平常心を保てる人が勝つ。運不尽、運が尽きないか。UFO から宇宙人が降りる。アニメダンス。せめぎ合い、車と列車の競争。満員電車。満員電車当たり外れないだろう。満員電車見て終わるっていうのも、まあなんですけど、なんかチョイスしてしまいました。もう、後には引けません。満員電車の動画。ん？これが、ちょっと、なんか変なことになってるね。日本の満員電車ですね。だ海外ではこういうのみんな珍しがって、ているね、ジャパニーズ満員電車。満員電車って英語で何て言うのか、なんかパチパチしてますね。今29分32秒なんですよ。東京では今もこのような有様がね、見れるでしょうかね。日常的に私もこんな感じの電車に乗って通ったことございますよ。で、これ乗るときに、後ろ向きに乗るわけですよ。一番最後に乗ろうとするときに、究極のアクションってね、コメント入ってますけど、日本の満員電車も結構、ある意味別の意味で究極のアクションかもしれないですね。究極のアクション、究極のアクション、チャップリンなどですよね。ということでお聞きになっているあなたに、天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつ、今週初めの日刊生放送、これです。あ、これね、綺麗な画面が今出た。けどもうどうしようもないな。もう30分30秒ですから、コメント欄が、究極のアクション、ミッチー兄貴ダンシング、自分が踊るのはね、自宅に戻り食事しています、自宅で聞いています、今週もよろしくお願いします。運河ということで、運河を見たら運がついた。30分52秒。